福岡県立水産高校の生徒たちが55日間にわたるハワイ沖などでのマグロ漁の実習を終え、今朝福岡に帰ってきました。福岡県立水産高校の生徒たち54人は9月から55日間実習船海遊丸に乗り、漁の作業や船の操縦などを学んだほか、今年は4年ぶりにハワイに帰港し、現地の高校生と交流しました。自分の身長サイズぐらいの、マグロとかカジキが上がってきて、生きて生で見るってやっぱすごいです。とても面白かったです。福岡市の中央卸売市場では、生徒たちがハワイ沖などで取ったマグロなど去年の 1.3 トンを大幅に上回るおよそ9トンが水揚げされました。マグロなどは中央卸売市場で競りにかけられるということです。